本日のコーヒーもとっぱらコーヒー、なんか髪も上等だね。ね、うん、もったいない、ね、もったいないよね。続きましてピザ取ります。はい。いや、しかし暑かったな。暑いね。ストーブなんか持ってこんでよかったわ。まあ、分からんもんね、うん。帰りにここのコーヒー買って帰ろうよ。うん、カフェを、うん、カフェラテだかも気になるし、抹茶ウーロン気になるし、ね、うんうん、昨日のピザの残りを召し上がります。こんな、うん、いいよ、ありがとう。うん、暑いよ朝から。私さ、今日、うん、ポーチを持ってこなかったの、うん、なぜならば、うん、ベストに全部小物、うん、携帯とか、うん、全部入れるためにそっかそっか手ぶらで行こうと思ったのに、うん、これ暑いやん。暑いよ。ポケットないね。そうなの。ノーポケットや。ノー、これそう、ノーポケットだった。残念。連動層がつかんだね。あ、涼しい。あ、涼しいね。全然違う。よいしょ、いただきます。いただきます。ふもとっぱらのコーヒー。ふもとっぱらのコーヒーだよ。うん、おいしい。ふもとっぱらの味や。富士山が蘇る。へへ。うま。うん。うん、青空。うん、青空だけどね、うん。やっぱ山のところには雲がかかっちゃって。開門岳が見えない。うん。桜島も見えなかったね。そうなの。うん、暑い。暑い。暑いよ。朝になっても温度下がってなかったもんだって。うん。温度計見たら朝で22度。夜とほぼ一緒。昨日寝てる間もパジャマが暑くてさ、うん、途中で脱いでパンツと T シャツ入れて夏やんっていう格好やった、うん、今回のキャンプはね、うん、リビングはこの胸ぐらの中で、うん、夜寝るときは車の中の、うん、実はここ車乗り入れ禁止で、うん、オートじゃないんですよ、うん、なのでちょっと離れたところに駐車場があるんですけど、うん、あ、そう、その駐車場で車中泊という、うん、ハイブリッドなキャンプやな。いいキャンプ場だった、うん、めちゃくちゃ気に入ったよ。夏は暑いだろうからね。暑いだろうね。冬は結構鹿児島いいかもしれない、うん、暖かい、うん、鹿児島キャンプ3回ともめちゃくちゃ暖かかった、うん、そうなんだよね、うん、ストーブ持って行ったのにね。今回は全然使わなかったな。イブスクのキャンプの時も、うん、なんかホットカーペットとか持って行ったんだけど、うん、すごい暑くて。暑かったね。まあ、その次、うん、大隅。大隅広域公園ね、うん、あそこ、まあ夜はね、おでんしたんだったっけ、うん、実はそんなにね、うん、寒くはなかったんだけど、うん、おでんをするためにね、そうそう、ストーブつけたっていうところがあるんだけど、うんうん、温まってるから、うんうん、食べて、うん、あった。いただきます。カリカリ、うんうん、うん、カリッととかしたでしょ。そうだね。あ、こう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 。ここって10時チェックインはいいんだけど、10時チェックアウトが早いね。うん、そうなの。でもゆっくりできたな。うん、多分、うん、テント張るのがすごい楽だからだと思う、うん、それがあるね、うん、撤収も楽だし、うんうん、あとあれですよ、うん、次はもうカーサイドですよ。カーサイド系いきますか。うん、一家スタイルもついに、うん、新年一発目の新マックはカーサイドなんちゃらにしようかな。ね、したいよね、うん、実はでもコールマンのタフスクリーン TXMDX だっけ、うん、検討したり実際に見に行ったりとかして、うん、結構ね、候補の中に入れてたんだよね、うん、まあ、欲しいっちゃ欲しいよ、うん、安いしね、まあ比較的、うん、全部だってセットだよ。まあ、あ、そうだよね、インナーテントもついてるね。そう、ルーフフライもそれコスパいいな。確かに。そう、そうなの。でポリエステルなんだけど、うん、素材が TC っぽくって、そうそう、 TX っていうやつ、ね、うん、なんかもう次世代系テントって感じがする。あれいいよな、うん、ナチュラルに見えるよね、うん、TC って。そうそう、うん、
はい、昨日食べ損ねたクリスマスケーキやったいつもお腹いっぱいでね食べれない。いただきます。ベリー系。はい。じゃあ僕モンブラン。ピスタチオ。ツリーみたいなんだよね。うん。かわいい。うん、うまっ。うん。うん。たまらん。うん。おお。うまそう。うん。なんか学校の校庭で、うん、キャンプしてる感じがする。本当だね。校舎が見える。うん。ここって。日本で、一番海に近い学校って言われてたみたい。まあ近いわ、ね。まあ他にもあるかもしれんけど。うん、すごい環境でね、うん。学校通ってたんやな。当時の子たち。ね、うん。心が豊かになりそうやな。うん、でもうちらもさ、私も富士山とか見ながらさ。うん、育ってるじゃん、うんうん、だからなんかおおらかって言われてるけど、でも人によるというか、僕はね桜島見ながら育ったんだけど、うんうん、こんなになっちゃった。そう、私もこんなになっちゃった、うん、こんなになっちゃったんだろうそうなんだよね、うん、みんな桜島見て育ったら男らしくなるのかなっていう話。九州男児、あ、鹿児島、九州男児、うん、九州男児という言葉って、うん、どっちかっつうと鹿児島のイメージかな。西郷さんのイメージ、うん、そう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 、うん、そうだと思うんだ。大久保利通とかあの辺の、うん、血気盛んな、そうだよね、うん、戦争いっぱいしてた人たち、うん、そうねっけいちゃん、このパフ美味しい。パフパフ食べた？食べたよ、パフパフ、うん、口の中でシャクシャクするの分かった？あ、分かんなかった。え、食べてみ、うん、あ、ほんと食べてない。そうなの、うん、そうか。パフパフ言う、これパフパフ、うん、ドラゴンボールの亀仙人じっちゃん覚えてる？パフ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 、あ、そうなんだ、うん、分かんないけど、分かんないか、うん、ドラゴンボール世代、うん、ガチ勢のはずなのに。ドラゴンボールはね、あんまり、うんうん、全然見てないというか読んでもいないし。え、嘘でしょ。ほんとほんと、小学生がドラゴンボール見てないなんて。どっちかっていうと、うん、ドクタースランパラレちゃん世代か。そっか、うん、私逆にアランちゃんはそんなに見てなかったんだよね、うん、うん、もちろん見たよ、うん、見てたけど、うん、別にそこまで。あれもちょっとエッチなんだよね。ああ、そうだね、うん、私スーパーマン好きだった、うん、スーパーマンいいキャラだね、うん、あのデアボックスの中に入って、うんうん、電話してたね、そういえばね。なんか着替え、その中で着替えて、うん、庶民的だよね、あの。そう、あっちの方なんか多分雨降ってんじゃないかな。うん、ちょっと雨雲っぽいかな、うん、今日ね、もうずっと天気予報見てたけど、うん、割と今日雨っていうね予報がずっとあったんだけど、土壇場で晴れになった、うん、土壇場で晴れになった、うん、いい眺め。薩摩半島の一番端っこって何市？薩摩半島、枕崎市になるのかな。枕崎、うん、あの辺ってキャンプ場とかある？イブスキーにはあるけど、枕崎にはないんじゃないかな、わかんないけど。さあ今ね、うん、うちらのチャンネル実は親に報告してなくて、うん、ちょっと見せられない部分が。あ、そうそう、下ネタ言っちゃってる、うん、今回そのメディア出演とかもしたし、うん、なんかそういう報告とかもやっぱしたいなと思って、うん、そうそう、報告したらおのずと、うんうん、バレちゃうから、まあね、じゃあもう話すかって観念して、うん、もうこの際に、うん、今日鹿児島のキャンプに来た理由は、うん、鹿児島の方の実家に帰る、うん、ね、うん、お店でこちらのチャンネルを親にご報告しようかなという、うん、これからはもう親にも堂々と見せられる動画作りを心がけていこうかな、うんうん、明るいチャンネル目指します健全な、うん、子供に見せられる、うん、そうそう、子供に優しいチャンネル目指します、ね、子供に優しい性教育チャンネルやる保健体育やもうその時点でダメだね、ケイちゃん。アウトだね、アウトだね、しょうがない、うちらはね、こういう人間だ息をするかのように下ネタが出てくるからさ、うん、偽ったらいけないよ。そうだね、うん、偽ってもいけないし、
生きてもいけないし、自分をごまかしてもいけない。そうだよ、うん、ありのままでいこう、うん、自分には嘘をつかないようにしよう。そうだよ、うん、大事。そうだね、うん、ということで下ネタ全開でいきますはい、キャンプ終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。で今からね、垂水港に向かって、はい、フェリー乗って鹿児島市内に向かいます。はい、雨も降らなくてね、よかったね。昨日のうちに買い物だけど、うん、桜島も撮れたから本当によかった、うん、で噴火口が大隅半島側にあるって初めて知った、うんね、煙が出てるの見えたね、うん、そう、私ずっとてっぺんからね噴火してると思ってたの、うん、でも実はそうじゃないらしい、うんうん、そんなこんなで絶景も拝めたし、うん、本当に良かった。本当にいいキャンプ場で、とっても清潔にしててちゃんとリノベーションされてて、ね、そう、トイレもウォシュレット付きで、もちろん、うん、そうそうそう。でシャワールームもねすごい綺麗だったし、シャワールームたくさんあったよね、うん、うちの方はね 1、2、3つ、あ、本当に、うん、男子の方5つか6つぐらいドライヤーも置いてあって、そうそうそう、ドライヤーも洗面も置いてあって、うん、でね女性の方はねオートロック、うん、暗証番号がねあって、チェックインの時に渡される、そうそうそう、その番号入力して入れない、うん、入力しないと入れないっていうシャワールームなんですよ、女性の方って、ね、うん、そう、防犯対策としても万全、うん、ということで鹿児島鹿屋、うん、よくさなんとかかんとかキャンプ場、よくさ大須に、うん、海の学校、ね、海に近いキャンプ場です。はい、もうまたリピートしたいなって思えるキャンプ場でした、うん、実はねキャンプ場うちらなかなかシビアで、うん、あのアウトドア歴がね短いもんで、うん、やっぱりね環境設備がねあの綺麗に整ったところじゃないとなかなかね満足できない、うん、わがままキャンパーなのでわがままボディみたいなだけどここはねなんかねまた来たいなって思えるようなキャンプ場でした。燃えた燃えた、菅原神社、あそこ結界が張ってあるね。そうだね、うん、向こうに見えてる陸地が薩摩半島だよ。あそこの陸がまだまだ先があるんだよね。足に負けちゃったんだ。そうなんです、左遷させられちゃったんだよね。太宰府に左遷、海綺麗、透き通ってるな。はい、ということで、年内、これで最後の動画になると思いますので、うん、はい、1年間継続して見ていただいている方、うん、初めてご覧になってくださる方、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来年も変わらずのんびりと、うん、夫婦2人キャンプ動画更新してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、でこれからねキャンプはね車中泊も交えて引き続きやっていくんですけども、今年よりも来年の方が多分車中泊キャンプの方が多くなるかなと思っています。であとはねまたね本州遠征みたいに例えば九州一周とか四国一周とか短期車中泊旅みたいなものもやっていきたいなと思っています。なので、まあ、少しずつ無理なく計画立てていこうと思っております。はい、それでは、1年間お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。
キャンプ動画、車中泊動画たくさん見てますので、遡って見ていただけると嬉しいです。高評価コメントもいただけるとさらに嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。いちかスタイルでした。ペコリ運転中だから危ないよ。はい、ありがとうございます。バイバイ、また来年。また来年、良いお年を。良いお年を。ありがとうございます。出身で好きな食べ物は、うん、カレーライスです。カレーライスと、うん、ハンバーグと、うん、すき焼きです。いいね、いいね。そう。